モーニング娘。キュウキメンバーの福村瑞希、東京都出身15歳です。とにかく私はハロプロが大好きだったので、受けるのはハロプロしかないなって思ってました。歌もダンスもそのパフォーマンス力とかも好きだし、あとは人のなんだろう、みんなの個性とかも喋り方とかいろんな部分が大好きです。本当にすごいハマった時期は多分小学4年生くらいの時で、多分最初は見てただけで可愛いなっていう風に思ってただけで、もう大好きっていう風に思ってたのは多分小3小4くらいです。やっぱモーニング娘。に入れるなと思っていなかったので、すごいやっぱりびっくりしたっていうか、今もなんかモーニング娘。ですって言ってるのが不思議に感じます。なんだろう、なんかみんなからはしっかりしてるけどなんか天然なところがあるってよく言われるんですけど、でも自分ではなんかしっかりしてるとは思ってなくて、なんだろう、なんかぼやぼやしてるっていうか、なんだろう、なんか結構ガサツな部分があって、なんか男の子っぽい部分もあります。外で遊ぶのが大好きで、あと運動とかも好きで、バスケとかドッジボールとか、そういう男の子が遊ぶような競技っていうかものが好きです。ドッジボール私めっちゃ強いんです。力はどうだか分かんないんですけど、狙うのは足なんで強いんです私。元気になるのは基本ハローの曲なんですよ。あとは飼ってるペットを飼ってるんですけど、私ペットを飼うのが大好きで、今いるのが犬とカメとイモリとカニと金魚とメダカがいるんですよ。イモリはお祭り行った時に弟が取ってきてくれたんですよ。私が動物好きだからって言って、まあ、正直イモリはあんまり好きじゃないんですけど、けど大切に育ててます。ありませんイモリですでもカニだけあって、カニは毎年夏休みにどっか旅行行った時にカニを取ってきたりとか、あとでも好きすぎてスーパーに売ってる食べる用のサワガニを育てたりとかしてるんですけど、それは全部カニラって言って、カニラ1号2号で16号くらいいます。それは困ります、私のすべてなんで本当にハロプロジェクトはなくならないでほしいなって思います。ずっと無理です、多分いなくなっちゃいます、私がいなくなると思います